今日昼前、弘前市のりんご畑で農作業をしていた40代の男性がクマに襲われ頭などにけがをしました熊はそのまま逃げたということで市や警察は周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけています市などによりますと今日午前11時40分ごろ 弘前市五代、いとこ沢のりんご畑で、農作業をしていた40代の男性が熊に襲われたと、男性の父親から消防に通報がありました。男性は側頭部と手首に爪で引っかかれたような怪我を負い、市内の病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。熊は体長が150センチほどで、男性を襲った後そのまま逃げたということで、 市や警察は防災無線の放送やパトロールなどで注意を呼びかけています。